ちは。今日はですね、階段を踏み外しました。部屋を出て、僕2階なんですけど、2階から1階に降りる階段を降りてる時にですね、なんでかわかんないけど、最後の1段を踏むのを忘れて、忘れてしまったんですよ。それで転びそうになりました。もう多分何千回と降りている、1日1回降りたとしても、そうです、もう万ですね、何万回と使っている階段の段数をですね、間違いまして、ここで終わりと思って一番最後の一段をピョンってやったら、もう一段あるの、ある、あったんですよ本当は。だからあれってなって、こうおっとおっとってなりましたね。どんどんいろんなことを忘れていきますね。困りました。このまま老化現象が進んでいくとどうなるんでしょう、心配です。でも今日も頑張りたいと思います。あとなんか老化現象もう一個あったんですけど忘れましたね。もう一日一個は老化現象がありますね。また老化現象を思い出したら発表してですね、なんて言うでしょう、老化現象進むのを止めるために、頑張りたいと思います。日本語がおかしいですね。もう老化現象ですね、これもね。文章の組み立てができてませんね。作文は小学校の時から苦手でしたけど、ひどいですね、今の日本語は。そういうわけでですね、今日は6連フィルなんですけど、まあ6連の3拍フレーズみたいな感じです。それで、ですね、9の塊を5と4で作るということで、しかもやりやすいです。これ非常にですね、叩きやすい手順かと思いますけど、どうなんでしょうね。僕が勝手にそう思ってるだけで、他の人はもしかしたら全然難しい可能性も高いんですけど、ですね、手順はまず右左右足足、やばい、急に立てちゃった、申し訳ございません。もう遅いかもしれないですけど、叩きますよ。ボリュームに気をつけてください。いきますよ。右左右足足、せーの。はい、これとですね、左右足足、おお、これで9個です。でしょうね、これ難しいでしょうかね。これスネア1個でやるとちょっと難しいのかもしれないですね。ところがですね、こういうのは、この手順難しいなと思ったやつはタムに応用すると覚えやすいんですね。最初の5、はい、覚えやすいですね。タンタンタンドンドン、次左右足足、これはですねシンプルにこう言います。左右足足、つなげますよ。はい、ちょっと早くやってみますか。はい、もうちょっと早く。はい、そしてこれを6連の6連に当てはめます。はい、タタタトトタタトトタタタトトタタトトタタ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 
一回りしますね。覚えやすいと思うんですけどね。もうちょっと早くやってみますか。これぐらいの速さで。はい。今日はですね、これだけですね。9をよくやるのは 6+3、 6+3 覚えやすいですね。まあ、簡単にやるとこうですね。覚えやすいですしやりやすいと思うんですけど、ここはですねあえてひねくれて 5+4、これで作ってみました。で 5+4 結構作れると思うので、まあ、足絡めなくてもいいと思うんですけど、6連にはめてみると奇数のフレーズが混ざっているので、思いもよらぬかっこいいフレーズが出る可能性があります。あとですね、今やったやつ、これを、3拍フレーズにとらわれずですね、順番を変えて9、6、9みたいな、今やったフィルそのまんま使うと、タタタトトタタトトタタ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 タトトタタトト、あ、間違えました。あ、また間違えました。すいません、老化現象です。こうですね、間違えたっていうのは、あ、まあいいや、あれです、老化現象です。すいません。あとは、頭に6連持ってきたりとか、2拍目から始めると、まあ、3拍フレーズということになりますね。はいはい、はい、こんな感じになりますね。これですね、まあ、ドラムソロは、まあ、そんなにやることもないと思いますけど、なんかドゥルルルドゥルルルドゥルル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 ってやりたい人はですね、ぜひやってみてください。ツインピダル使うとかなり早くいけるかもしれませんね。で、この足のダブルのところ、今2個ドドって入ってますけど、そこをですね3連発、2個のところに同じスペースに3個ドロロッ入れるとですね、もうすっげーってなりますから。でも実は大したことないんですね。タタ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 、今のが片足でできる人は左足1個入れるだけですから、バスドラとバスドラの間に慣れるとそんな難しくないんです。今ちょっとツインペダルないんでできないですけど、まあ、今度機会があったらツインペダルくっつけてですねやってみたいと思います。まあ、ツインペダルも昔は必ずセッティングしてた時代もあったんですけど、もう随分やってないですね。もう20年ぐらいはほったらかしというか、ツインペダル持ってるんですけど使ってないですね。そんな感じでですね、デルルルデルルデルルルデルルっていうのも、片足だとまあ限界があるにしても、ツインペダルだともっと早くできると思うので、ぜひやってみてください。これやりやすいんですよね。足もそんな忙しくないですし、早くやっても足の2個と2個の間に音手2つ入ってますから若干余裕があります。1個だと厳しいんですけど、若干余裕が出ますから結構やりやすいですね。はい、そんな感じで、参考にしてみてください。 5+4 で9と、それを6連にはめて、まあもちろん今日のですねこのフレーズできたら16分にはめてみたら、まあ
3拍フレーズじゃないですけど、せっかく覚えた手順を幅広く使うため16分どんどん応用して使ってみてください。ありがとうございました。